2007年発売のデル、インスピロン1520です。最新の Windows 10 21H21 が動きました。CPU は T7100 です。Windows が何秒で立ち上がるかをテストしました。内蔵ドライブが 120GB の SSD でメモリを 4GB に増設しています。最新の Windows 10が30秒で立ち上がりました。2007年発売のパソコンですが、この速度なら実用になると思います。最新の Windows 10 21H1 を入れています。デバイスマネージャーを見てみます。 R188776 メモリーカードリーダードライバーをインストールすると全てドライバーが当たります。200万画素のカメラもついていますのでテレワークにも使えます。 SD カードスロットもあり写真なども簡単に写せます。メルカリなどで中古が7000円程度で購入できますので、安く最新 OS のパソコンを使いたい場合はおすすめです。高評価、チャンネル登録をお願いします。